2022年12月28日、とある一人のプロ野球選手が現役引退を発表しました。その選手とは中日ドラゴンズに所属していた平田良介選手です。2006年の入団からドラゴンズ一筋の17年の現役生活の中での通算成績は、打率2割6分8厘、105本塁打、484打点。2015年にベストナイン、2018年にゴールデングラブ賞を受賞し、飾り気のない人柄でファンからも愛された功労者でもありますが、引退セレモニーの予定はありません。平田選手と中日球団の間で一体何が起こっていたのでしょうか。球団から盛大な引退セレモニーを断られ、現役続行を決意するも引退。冒頭でも挙げた通り、2022年12月28日に自身のインスタグラムで、元中日ドラゴンズの平田良介選手が NPB からの引退を発表しました。その文面からは、中日から戦力外通告を受けた後で、ファンの前でもう一花咲かせたいという思いで中日以外の他球団からオファーが来ることを信じて練習を続けていましたが、結局どこからも声がかかることはなく、さまざまな葛藤の中で現役を引退する決断としたという平田選手の苦渋の思いが読み取れました。今日現役を終えることになりますが、少しは夢を与えられたのかなと思いながらも、まだ夢を与えきれていないと思う気持ちもあります。という一文からも、本人としては志半ばという思いが強かったのでしょう。しかし中日で引退できたはずの平田選手が現役続行の道を模索していた背景として、2022年の10月4日中日球団の事務所で戦力外通告を受けた後の記者会見での発言がありました。そしてその発言はプロ野球ファンの間で物議を醸したのです。その発言とは、中日ドラゴンズという球団が大好きで当然ながら愛着もあります。自分のプロ野球人生の幕を下ろすなら中日でと以前から思っていましたし、今でも思っています。そんな中で自分が望んだ選択肢ではなく、球団からは盛大な引退セレモニーはできないと言われました。チームメイトが引退の記念 T シャツを着てねぎらってくれたり、スタンドではファンが記念のタオルを掲げたりしながら、試合後は球場のバックスクリーンに流れる映像を見ながらマウンドの付近で引退スピーチをして、それが自分の中での最後だと思っていましたが、球団からは日にちもないから準備もできないと言われてしまいまして、17年の野球人生の最後のそれがないとは自分の中では違うと感じましたので、現役を引退せず退団という形になりました。2022年9月17日本拠地であるバンテリンドームでの東京ヤクルトスワローズ戦、12回裏3対3の同点、1打出ればサヨナラとなる西満塁の場面で代打として登場した平田選手。しかし結果はヤクルトの守護神であるマクガフ投手が投じた5球目の外角高めのストレートにあえなく空振り三振を喫し、惜しくも引き分けとなってしまいました。その試合後に中日の立浪和義監督から直接引退を打診されたとのことで、これについて平田選手は、監督から話を聞いたときは、ああ、すぐなんだ、と思いました。けれどシーズン通して結果を出せていなかったので、自分自身も今年ダメなら引き際だなと思っていました、と語り、続けて、ドラゴンズを出ていくことになりますが、あと1、2ヶ月で自分が現役を続けるのか、あるいは引退するのかが決まると思います。ですが今年、自分がスタメンで出場した際に受けたファンの皆様からの大きな声援は一生忘れることはありませんと涙ながらにこのような感じで語りました。しかしこの時点でおそらく平田選手は、この時の自分の発言が SNS 上で大きな話題になるとは夢にも思わなかったでしょう。平田選手の対談会見でのコメントに対するさまざまな反応とは、対談会見での平田選手の発言は SNS 上で話題となり、平田選手のような功労者に対してさすがに冷たすぎないか、ひどい仕打ちだと思うと、平田選手に対して同情の声が多く見られました。なお、とある中日球団 OB は、平田選手は引退まで覚悟していたのにかわいそうじゃないか、
ドラゴンズ一筋で17年もプレーしてきたのだから、なんとか本人の希望に沿うような形で花道を用意できなかったのか。退団後に NPB のどの球団からもオファーが来なかった場合は、ファンへの挨拶の機会もなく NPB を去ることになってしまう、というようなコメントを残しました。しかし一方で、とある球団関係者は、平田選手は去年の2021年に体調を崩して、その年の7月に異型狭心症と診断されました。そして成績も打率1割台と低迷していましたが、それでも球団は契約を続けて1軍にも置いていました。ですが今年の2022年の成績は打率2割と1本塁打、打点10と、その成績は振るいませんでした。にもかかわらず球団が盛大なセレモニーを用意できないという理由で退団したのなら、わがままと捉えられても仕方がないと思います。あの会見の翌日にインスタで、ドラゴンズが大好きとか、球団や立浪監督へ心から感謝しますとか綴っていたのにもかかわらず、他球団での現役続行を希望するのか理解できません。平田選手は決して自分勝手な選手ではないんですけど、はっきりと自分の言葉で物を言うタイプなのです。そんな平田選手を他球団が、我が強くて扱いにくい選手だと捉えてしまえば、獲得に二の足を踏んでしまいます。コーチなどの指導者としての道も不安が残ってしまいますね、と平田選手を批判するようなコメントを残したのです。また引退セレモニーに関して球団関係者は、球団は引退セレモニー自体を断ったつもりはなく、1打席試合に出場した後でファンに挨拶し、家族から花束をもらってグラウンドを一周するプランを提案していたのですとも語りました。そうだとすれば、球団が盛大なセレモニーを用意できないと言ったのは決して間違いではなかったとも言えます。しかし当の平田選手自身は、騒ぎが大きくなってしまったことに少なからず戸惑ったようで、翌日のインスタで、球団が提案してくださった引退セレモニーの内容に不満を覚えたという理由で自由契約を選んだわけでは決してありませんと釈明しました。さらに引退に関する投稿でも、言葉足らずで不本意にも誤解を招いてしまいましたが、自分は中日が大好きでプロ野球界に感謝していることもお伝えしておきますと思いを投稿しました。引退後もファンから溢れ出す引退セレモニーをやってほしいという声、現役続行を模索しながらトレーニングを続けていた平田選手でしたが、他球団からのオファーが来ることはなく、志半ばで引退することを自身のインスタグラムで発表しました。こうして平田選手は17年間在籍してきた球団から花道を用意されることなく、日本のプロ野球界を去っていく寂しい結末となってしまったのです。しかし多くのドラゴンズファンからは、お別れの場を用意してほしいとの声が多数あるようで、オープン戦でいいから引退セレモニーをやってほしいという感じで、球団に引退セレモニー開催の再考を求める声が続々と出てきています。中日ドラゴンズの功労者であることは紛れもない事実だから、ぜひセレモニー開催をお願いします。平田良介はドラゴンズのスター選手なんだから、引退セレモニーという花道が用意されないのは悲しいよね、とうとう。こうしたファンの声は果たして中日球団に届くのでしょうか。注目したいと思います。 NPB に所属するプロ野球選手が10年以上プロ球団に在籍できる確率は3、4割程度と言われています。その中で今回の平田選手が求めたような盛大な引退セレモニーを用意されるような選手は1割にも満たないほんの一握りですが、中日一筋17年でチームに貢献してきた平田良介選手が引退セレモニーを用意されないまま去っていくのは非常にもったいないと思います。中日球団にはぜひオープン戦での引退セレモニーの開催を実現させてほしいと切に願います。